僕は写真と向き合うときに場所に撮らされないようにっていう意識はすごくずっと持っています。目の前の風景に反応して撮っていながらも、もう一人の自分が自分を観察しているような感じですね。こう一枚の綺麗な写真を撮りたいっていうよりは、個展にどうしたいか、写真集でどう見せたいか、複数で見せる時の一枚っていうのをイメージしていつも撮ってるんですけど、バールシステムになって、仕上がりの状態が見えてる状態で撮れるので、作品に近づいた印象がすごく強いですね。指の動かすところに必要なボタンが全部あるというのが、R5 になってから一番最初にいいなと思った点なので、まあ、画質がいいとかそういうのはもう本当に今当たり前で、もう本当に今までのこう体が馴染んでるボタンの位置っていうのが R5 ではすごく洗練された感じがします。EOS R から R5 が出るまでの約2年の間に、だんだんRF レンズが増えてきたので、自分が使いたいレンズが今全部揃ってるんですね。広角でいうと 28mm、70mm をまた最近よく使うようになったのは、密度がすごく気になってるんですね。写真のこう全体にこう神経細胞がこう張り詰めてるような、隙のないというか、四隅も全部こう自分の中で良しとするもので写真を構成したいという思いが増えていて、この 4mm、28mm で広角側が狭くなることで、より体を動かして撮るっていうアプローチが増えたんですね。で、写真に体の動きが入ると、その密度を作るときにですね、僕の中でなんかこうしっくりくる部分、目の鐘が鳴るような感覚があって、自分の体の動きと表現っていう2つの点で気に入って使っています。あと 100mm、500mm は100ミリ増えたことで密度がぐっと上がった感じがあるので、さらにそこに体を動かすことで撮れる世界というのが加わることで、写真の強度が上がったというか、より前よりもなんか純度と密度がぐっと上がった感じが自分ではしています。人との関係と風景との関係っていうのはすごい僕は近いと思ってて、期待しすぎないというか用意しすぎない、フラットにするっていうことをすごく意識しています。相手側に合わせないとこっちも撮らせてもらえないと思ってるんですね。こっちの都合でこうだってバシッてやって、そんな風景は甘くないというか、地球という大きなものを対象にしているので、どこどこの場所にいて光はこんなでとか期待しすぎるとほぼその通りにならないです。それよりは初期衝動に近いところでシャッターを切りたいっていうのがあって、風ですとか匂いとか目で見る以外の器官を意識することで、僕は作った写真になんかよりこう無意識の部分というか背骨がしっかりしてくるようなイメージを持っていますね。出会って驚いて発見して、それに素直に反応して撮るということで、同じ場所に何回行っても常に違うという意識で撮ることができますね。本当に飽きないですね、撮ってる行為が好きっていうよりは、なんかこう目の前でもう過ぎ去ってしまうものがたくさんあるので、それをちょっととどめたいっていう思いはすごくあって、よく海外撮らないんですかって、まあ行きますけど、日本だけでもですね、もう人生足りないぐらい表情豊かな風景が北海道から沖縄までありますので、今のこの21世紀に生きてる人間として地球の表情を捉えて残すってことが、目的の一つかなと思います。